皆さん、こんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日はですね、私が住んでいるダバオ市、さらに私が働いているミンダナオ国際大学、実はここミンダナオ国際大学の理事室を今使ってるんですけれども、はい、大学について、そしてメインのテーマはミンダナオ国際大学が運営しているラジオ番組のスポンサー募集についてお話をさせていただきます。スポンサーと言いましても、企業の方だけではなくてですね、個人の方にもお呼びかけをしたいと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。さて、私が働いているミンダナオ国際大学は、フィリピンのミンダナオ島ダバオ市にある大学です。実は、ダバオにはですね、かつて2万人から3万人もの日本人が住んでいたんです。ご存知でしたでしょうか？このことについてはですね、日本人の方でも知らない人が本当に多いんですよね。私自身もダバオに来るまでは実は知らなかったんですが、ダバオと日本人は戦前からですね、深い関係があるんです。なんでそんなに多くの日本人がこのダバオ市に住んでいたかと言いますと、1920年代にですね、マニラ麻産業で成功して、マニラ麻事業にですね、従事していた日本人の人たちを中心に、ここダバオにですね、日本人の町が作られたんです。今でもですね、ジャングルをゼロから開拓して作ったミンタルという名前の町がそのまま残っています。ミンタルというのはですね、日本語の民が多く、民ですね、民が多く留まる。で、ミンタルという日本語から来ていると言われています。今ではローマ字でですね、ミンタルっていうので、そのまま残って、フィリピンの人たちはおそらくですね、そういった由来を知らないでそのままミンタルに住んでいる人が多いと思います。カリナンという場所にある日非歴史資料館という場所がですね、リオープニングセレモニーを行った動画が、私の別の動画でありますので、ぜひ興味のある方はそちらもご視聴ください。ということでですね、ダバオにはかつて日本人が多くいました。今は総領事館の情報ですと、ちょっと古い情報ですけども、だいたい800人ぐらい在留届をね、ダバオ市に出しているというので、で、ダバオ市の総領事館はミンダナオ島全体管轄となりますので、まあ、だいたいダバオにいつもいるっていう人は800人。そして以前はですね、コロナ前までは旅行でよく行き来されてた人も多かったので、だいたいその在留届を出している800人の2倍ぐらい、1600人から、まあ多くて2000人ぐらいですかね、の日本人がこのダバオ市を中心としたミンダナオ島に住んでいると伺っています。これちょっと、まあ2年ぐらい前に聞いた情報なんで、今もうちょっと増えてるかもしれないですけど、でもやっぱりコロナになってですね、今は、こちらに観光またはロングステイで来られた方も、今は日本にいらっしゃるって方も結構いらっしゃいますので、現時点ではですね、そんなに多くないのかなとも思います。こんなダバオ市ですけど、かつて本当に2万人から3万人もね、日本人が住んでいたんですけども、その中の多くの人がフィリピン人の人と結婚しています。そしてその間にできた生まれたご子息が今でいう日系人ですね。で、その日系人の人たちが集まった日系人会という組織がこのダバオ市にもあって、まあフィリピン全国にあるんですけども、一番大きい組織がですね、このダバオ市の日系人会となっています。で、その日系人の方たちは本当にですね、戦時中からもう苦しい思いをされて、戦後も大変だったんですよね、差別されたりもしてですね。で、本当に貧しくて、身分もですね、日本人の身分を隠しながらという人も、たくさん日系人の方ではいらっしゃいました。そんなですね、日系人の方々を支えてこられてきた日本人の、方々がいるんですが、このミンダナオ国際大学はですね、そのうちの3名の方々からのご尽力によりですね、設立されています。まあ、当然日系人会の方々の努力もあって設立されてるんですけども、その日本人の方々といいますのは、まずはもう亡くなられていますけれども、内田達夫氏ですね。で、その内田達夫氏の奥様で、奥様も亡くなられていますけれども、内田綾子さんという、その2名の方がいらっしゃいました。この内田達夫氏はですね、ダバオ生まれですけれども、ご両親が日本人の方で、戦時中は日本に帰られて、戦争終わってからですね、日本を拠点としながら、ダバオにいるですね、日系人会の方々を支援をされていらっしゃいました。そして現在もお元気で、コロナの前まではですね、本当に毎月ダバオに、いらっしゃって、この日系人会をですね、支援続けてこられた網代正隆氏という、この3名ですね、を中心に、またその網代正隆氏が会長を務められていた、日本フィリピンボランティア協会という、残念ながら2020年に
に解散してしまったんですけれども、その組織に関わる大勢の人が関わって、このミンダナオ国際大学というのは設立され、今日まで至っています。ミンダナオ国際大学は開学当初からですね、日系人の方を中心に運営をされてきています。現在は日系3世のマリアリ・イネス学長が大学のトップを務めています。2017年には安倍晋三元首相、そして2019年には当時外務大臣でいらっしゃった河野太郎氏がダバオにいらっしゃり、ここミンダナオ国際大学も訪問されています。実はこちらに安倍元首相と河野当時外務大臣のですね、写真がありまして、河野元外務大臣はこちらでドリアンを召し上がられたと。で、安倍元首相はですね、こちらで大学の日本語の授業を見学していただきました。はい、ということでですね、ここからが本日の動画の主題なんですけれども、ミンダナオ国際大学ではラジオ番組を持っています。地元 FM 放送局を通じて、ダバオ地域でですね、2010年1月から MKD 日本語ラジオという名前で、 MKD というのはミンダナオ国際大学の頭文字を取って MKD というんですけれども、 MKD 日本語ラジオという番組名で放送しています。なんとですね、平日の夜9時から10時まで毎日です。平日毎日放送をしています。現在は先ほどご紹介したミンダナオ国際大学の名誉学長でもあられる網代正隆氏の支援によってこのラジオが継続できています。網代先生、この場を借りて改めて御礼申し上げます。いつもご支援いただきありがとうございます。この網代先生というのはですね、ダバオ市から名誉市民称号をいただくくらい、このダバオ、そして日系人の方々にですね、多大な貢献をされてこられた方なので、またコロナが明けて、網代先生がこちらにいらっしゃることができるようになりましたら、ぜひですね、インタビュー動画を別途作りたいと考えています。さて、私が初めてダバオに来た時ですけれども、当時はまだ大学教員ではなくて、先ほどご紹介した日本フィリピンボランティア協会の職員として来ていたんですけれども、ある夜ですね、タクシーに乗ってたんですね。で、家に帰る時にですね、タクシーの後部座席に乗ってたらですね、日本の歌が聞こえてきたんですよ。こんなね、日本から遠くのダバオという場所で日本の曲なんて珍しいなと思いながら聞いてまして、で、曲が終わったら日本語の紹介とかしてたんですよね。英語とかビサヤ語とか混じりながらだったんですけれども、本当にびっくりしたんですね。で、後になってそれが MKD 日本語ラジオだということが分かりまして、いや、本当にすごいなと。普通にですね、タクシー乗ってたら流れてるぐらい、ダバオでは一般的に流れているラジオ番組です。コロナ前までは、ここのミンダナオ国際大学の学生がですね、中心になって、この MKD 日本語ラジオというのを制作していたんですけれども、コロナ禍ではですね、現在オンライン授業となってまして、学生が学校に来ることができないので、現在はですね、私を含めてここで日本語を教えている、教授陣でですね、ラジオ番組を制作しています。この MKD 日本語ラジオは、日本語を勉強したい人や日本の文化に興味がある人が多く、ダバオ市を中心としたダバオ地域でですね、聞いてくれています。ミンダナオ国際大学に入学してくれる学生さんもですね、多くの学生さんが入学前にですね、MKD 日本語ラジオを聞いていましたという声を聞いています。このラジオ番組の内容なんですけれども、日本の観光名所の紹介ですとか、簡単な日本語やことわざの紹介、これを日本語と英語で行ったりですね、日本の歌謡曲やニュースをですね、流したりしています。ちょうど先日もですね、私の個人の Facebook にだったんですが、知らないフィリピン人の男性からメッセージが来まして、MKD ラジオいつも聞いてますと、私は日本に行きたいので、ラジオを聞きながら日本語を勉強してます。いい内容なので、日本語を勉強したいという友達にも伝えますという嬉しいメッセージをいただいたばかりでして、知らないところで多くの人が聞いてくれてるんだなと、感じました。はい、今日はですね、このミンダナオ国際大学の MKD 日本語ラジオのスポンサーになりませんかというお話をさせていただきます。ミンダナオ国際大学の日本語ラジオは平日の夜9時から10時までなんと1時間毎日放送されています。ダバオやフィリピンにいらっしゃる企業やレストランの方とかですね、はもちろん今回の特別企画として個人様にもお呼びかけしようという企画をしました。まず、会社やレストランなどの法人の方ですけれども、こちらは1ヶ月間ですね、毎日20秒、もしくは50秒ですね、
の広告を出すことができます。こちらオプションで料金設定も変わって選ぶことができます。またさらに追加のオプションで4500人以上登録者がいる MKB 日本語ラジオの Facebook ページがあるんですけども、そちらに広告を出していただくこともできます。そして広告内容は企業様でご作成いただき、そのまま送っていただくか、それかですね、追加オプションとしてこういった内容で話してほしいっていうことがありましたら、こちらで作成したのを確認作業しながらですね、作成させていただきます。はい、そして一番気になるお値段の方なんですけども、先ほどオプションを申し上げましたけれども、一番安いので2500ペソですね。これが月当たりです。そして一番高いその Facebook で広告できるのも合わせましたら7500ペソ。2500、5000、7500という種類がありますので、ご興味ある法人様がいらっしゃいましたらですね、この YouTube の動画の概要欄とコメント欄に、これも私のチャンネルの Facebook ページのリンクを貼っておきますので、そちらでですね、個別でメッセージをいただけましたら、詳細をお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。以上が企業様向けの案件です。続きまして個人様向けなんですけども、こちらは2種類あります。一つ目がですね、お名前もしくはニックネームをですね、毎月平日毎晩9時から10時までの間にですね、番組中に3回言わせていただきます。どうでしょうか？ダバオ中にですね、あなたの名前もしくは直接の本名が恥ずかしかったらニックネームがですね、平日毎晩ダバオ市を含めたダバオ地域中に流れるという、面白いなと思うんですけれども、例えばですね、私町田ですけども、この番組は町田さんからのスポンサーで提供していますと。まあ、聞いてる人は、圧倒的にフィリピンの方が多いので、こちらを英語で言わさせていただきます。番組中に3回ですね。平日毎日3回、それを1ヶ月ですね。こちらはですね、フィリピンペソですと1000ペソ、日本円ですと2000円となっています。そして2つ目ですけども、こちらは先ほどと同じように、お名前もしくはニックネームをですね、放送時間中に5回、平日毎日ですね、言わさせていただくのプラス20秒以内のメッセージをつけられるというものです。例えばこんな感じです。あだ名を今回は使います。マッチーです。ミンダナオ、ダバオが大好きです。日本語を勉強している学生さんたち、頑張ってください。というような感じですね。こちらは、まあ、ご希望によっては簡単な日本語でしたら日本語で言いますし、英語のですね、翻訳をつけることもできます。まあ、こういった感じでですね、日本語を勉強している学生さんたちにですね、メッセージを送れるというのが一つの例ですけども、まあ、いろんな使い方ができるんじゃないかなとも思います。まあ、放送禁止用語以外でしたらですね、こちらのメッセージつけて、名前もしくはニックネーム一緒に、平日毎日5回ですね、放送時間中に利用させていただきます。で、こちらは1ヶ月分の料金として、2000ペソですね。日本円だと4000円になります。こちらも詳細は、私の YouTube のコメント欄と概要欄にですね、フィリピンダバオ情報チャンネルの Facebook ページのリンクを貼っておきますので、そちらにメッセージをいただけましたら、詳細ご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。そしてダバオ市にお住まいでなくてですね、ラジオが聞けないよという方にはですね、ラジオ放送局にいつも音声データを送っているんですけれども、それと同じものをメール等でお送りいたしますので、はい、どんな感じでですね、自分の名前とかメッセージがダバオ市を中心としたダバオ地域中に流れているかというのをご確認いただくことができます。いかがでしょうか？もし企業様で広告を出したい、もしくは個人様で大学を応援するためにですね、まあ、もしくはダバオ市の人たちに何かメッセージを届けたいという、そういうご要望がありましたら、スポンサーになっていただければと思います。自分の名前やメッセージがですね、毎晩ダバオの地で流れたら面白いなという方、ぜひお問い合わせください。こちらですね、法人様の広告に関しては特にですね、ちょっと大学的に NG という場合もあるかもしれませんので、ぜひ詳細お問い合わせの上ですね、基本的にこの大学ができている目的というのは、日本とフィリピンの相互補完をですね、目的とした大学ですので、その目的にですね、一応一致した、で、個人様のメッセージに関してもそうですね、あまりにもこれはちょっと流せませんというのは、検討させていただきますので、その点もご了承いただければ幸いです。ぜひですね、ちょっとでも気になった方はメッセージいただけましたら詳細お伝えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。